ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、有名人になるのってやっぱりなんだかんだ言っても運が大事じゃない？もちろん運が全てではないが、重要な要素であることは間違いないな。だから今日はそんな有名人たちの不幸話を教えてよ。性格が悪い奴だな。じゃあ事故で命を落とした有名人なんてどうだ？そんなヘビーな話しちゃうの。ああ、成功を収めた芸能人や有名人であっても、不幸に遭い、帰らぬ人になってしまった方が少なくないんだぜ。元気だった人が急にお亡くなりになると驚くけど、それが有名人だとさらに衝撃を受けるよね。もっと軽い話をイメージしてたけど、これはこれで興味あるわ。せっかくだから聞いてみようかしら。よし、じゃあ今回は事故で命を落とした有名人4選を紹介するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、勝木ひろみさんだ。どんな方かしら？勝木さんは宝塚歌劇団月組の元宝ジェンヌだ。1954年にデビューし、愛らしいルックスで娘役として舞台公演に出演していたが、1958年に起きた宝塚歌劇団史上最悪の事故によって他界したんだ。宝塚歌劇団史上最悪ですって。ああ、宝塚胴体切断事故と呼ばれるものだ。もう名前でヤバいというのが丸わかりだわ。1958年4月1日に旧宝塚大劇場にて開催された宝塚歌劇団花組公演、花の中の子供たちの舞台上で起こった。勝木さんはこの日、風邪で休演した団員の代役として舞台に出演していたが、ドレスを着て競りに乗り、恋人役の松島美奈子さんと抱き合いながら降下するシーンで事故は起きたぜ。競り？舞台上の一部を四角く切り抜いて上げ下げさせ、建物や人物を登場させたり、引っ込めたりする昇降装置のことだ。よく舞台で見られる演出に使われる装置なんだ。使い慣れているはずなのにどんなことが起きてしまったの？勝木さんの着ていたドレスの裾が競りの際に設置されていたシャフトに巻き込まれてしまったんだ。え、カバーとかで保護されていなかったの？ああ、装置自体大正時代に作られた古いもので、シャフトはむき出しの状態だったんだ。それじゃいつ大変なことが起きてもおかしくはない状態だったんだね。そしてドレスを固定するために衣装の裾に巻いてあった金属製ベルトが、勝木さんの胴体を一気に締め上げる形になってしまったんだぜ。つまり強力な機械の力でベルトをねじ締めてるわけね。そう、これにより勝木さんの胴体が切断されてしまったんだ。想像するだけで身の毛がよだつわ。一緒に競りに乗っていた松島さんが助けることは難しかったの？松島さんは、その後すぐに早変わりで次の役に扮する必要があったため、競りが下がりきる前に奈落に飛び降りて、衣装を変えるために走り出したんだ。すると背後からやめてという叫び声と同時にバリバリという音が聞こえ、振り返るとそこには真っ青になった勝木さんとシャフトに絡みついた衣装が見えたそうだ。この間わずか1秒ほどだったそうだぜ。あっという間だったんだね。こんなシーン見たら一生もののトラウマだわ。松島さんはこの後、3日ほど失踪して行方がわからなくなっていたそうだな。もし団員が風邪をひいてなかったら、競りのメンテナンスがちゃんと行き渡っていたら、こんなことは起きなかったかもしれないよね。ああ、それと急な代役で衣装合わせができず、大きな衣装を着ていたこと。競りの操作が専門の係員でなく通常はやらない公演係長がやっていたということなども要因になった。一つ一つの小さな不運が重なってこんな悲惨なことが起きてしまったんだね。続いて紹介するのは、坂本九さんだ。上を向いて歩こうや明日があるさなどの名曲を生み出した歌手だね。ああ、上を向いて歩こうはすき焼きのタイトルで海外でも愛されており、坂本九さんは海外で成功を収めた初の日本人アーティストだと言われているんだぜ。まさに日本が世界に誇るアーティストなんだね。そんな偉大なアーティストがお亡くなりになったのは、1985年8月12日に起きた日本航空123便墜落事故だ。飛行機事故？ああ、羽田空港から伊丹空港へ向かう日本航空、JAL123 便が18時56分30秒ごろ、群馬県田野郡上野村の高間ヶ原山の尾根に墜落してしまったんだ。乗客乗員524人のうち520名もの犠牲者を出した日本史上最悪の墜落事故と言われているんだぜ。そんなに多くの方が犠牲になったの？ああ、単独機では世界最多の犠牲者数になるな。なぜこんなことが起きてしまったの？当該機は過去に滑走路に機体後部が接触する尻餅事故を起こしているが、後の不適切修理による破損が原因であるとされているぜ。大勢の人の命を預かっている飛行機に修理ミスがあるものなんだ。それを聞いたら怖くて飛行機に乗れないよ。
それでも事故に遭う確率は飛行機の方が自動車よりもはるかに低いと言われているから、過度に心配する必要はないぜ。けどそのわずかな確率に坂本九さん含む524名は当たってしまったんだから、不幸としか言いようがないわ。しかも JAL123 便は本来ならば坂本九さんが乗るはずのない飛行機だったんだ。坂本九さんは国内移動には日本航空 JAL ではなく、必ず全日空 ANA を使うというこだわりを持っていたそうだが、この日に限っては全日空便が満席で仕方なく確保したのが日本航空123便だったんだ。なんてタイミングが悪かったのかしら。坂本九さんのご遺体は発見されたの？ああ見つかっているぜ。坂本九さんの身元が特定されたのは発見されてから2日後の8月16日のことだ。当時は DNA 鑑定がなかったが、坂本九さんが肌身離さず身につけていた、笠間稲荷のペンダントが胸に刺さっていたことを家族が確認し、身元が特定されたんだ。逆に言うとペンダントがなければ特定できないほど損傷が激しかったということなんだね。そうだな。墜落の衝撃が激しく、胴体しか発見されなかったと言われているぜ。事故現場では2000を超える遺体片が収容されたが、そのうち400丁が身元不明として火葬されているんだ。腕一本や足一本のみでご家族の元に帰った犠牲者も少なくなかったようだぜ。皆さんのご冥福をお祈りするわ。続いて紹介するのは、坂井泉さんだ。ザードのボーカルの人だよね。ああ負けないでや揺れる思いなど、1990年代に数々の名曲を世に送り出した国民的人気アーティストだぜ。ほとんどテレビ出演しなかったことから謎が多い人物でもあるよね。どのようにお亡くなりになったのかしら？坂井さんは、2007年5月26日に入院先の慶応義塾大学病院の階段から転落し、脳挫傷のため息を引き取ったんだ。なぜ入院していたの？坂井さんは2006年4月に子宮頸がんと診断され、病巣の摘出手術を受けたが、肺への転移が見つかり抗がん剤による治療を受けていたんだ。ねえマリサ、もしやだけど階段から転落って闘病生活が苦しくて、坂井さんが自ら飛び降りたって考えられないの？霊夢と同じように考える人も少なくなかった。だが状況的には事故だったと考えられるぜ。なぜなら坂井さんが転落した現場は1階部分にある非常用スロープで、その高さは3メートルほどだった。自ら命を落とそうと考えてる人が、3メートルの高さから飛び降りるか？もっと高いところから飛び降りるわね。けどなんで坂井さんは3メートルの高さでお亡くなりになったの？打ちどころが悪く、致命傷になってしまったんだ。なんせ転落した場所だけ、30センチ四方くらいの金属製の排水口の蓋があったというからな。なるほど。けどこのスロープ、手すりが結構な高さあるよね？ああ、手すりは約 1.2 メートルあるぜ。仮に足を滑らせたからって手すりを乗り越えて転落するかしら？やはり自分で飛び越えたと考えられない？坂井さんが転落したのは足を滑らせたからではなく、手すり部分には手の跡が残っていたことから、腰をかけていてそのまま後方に転落したとの見方が有力だぜ。それにそもそも非常用のスロープにいること自体おかしくない？それはおそらく抗がん剤の影響が考えられるぜ。意識が朦朧としていたからスロープに出てしまったり、何も考えず危ない手すりに腰をかけてしまったわけだ。そして意識を失い落下してしまったんだぜ。それに遺書も見つかっていないし、身の回りの身辺整理もされておらず、復帰に意欲的だったりと、自ら命を落とす予兆は見られなかったとされているな。事故っぽいね。けどどっちにしたってもう二度と坂井さんの歌声は聞けないことに変わりないし、ファンの方はショックが大きかっただろうね。ああ、しかもガンのこともお亡くなりになったと同時に知った人が多く、ダブルでショックを受けた人が多かったみたいだな。そんな大事なことも公表しなかったんだ。今はブログなど SNS で闘病生活を綴ったりする芸能人もいるが、坂井さんは一切そのような活動はしなかったようだな。それなら余計に病気で心が病んでしまって、自分で命を落としてしまったという憶測が出てしまうのは自然なことかもしれないね。最後に紹介するのは、XJAPAN のギタリスト、ヒデさんだ。ヒデさんは、XJAPAN が解散した翌年の1998年5月2日。自宅で首を折っている状態で発見され、息がないことが確認されたんだ。確か自分で命を落としたって報道もされていたよね。ああ、だがヒデさんは自ら命を、ではなく、事故でお亡くなりになったんだぜ。え？けど首を折ってたんでしょ？どんな事故よ？当時、ヒデさんは慢性的な肩こりに悩まされていたようなんだ。
ギタリストには肩こりが多いって言うよね。そのためヒデさんは定期的に整体に通っていたようだが、そこで推奨されたのが首を上に引っ張り肩こりや歪みを整える、牽引手術というものだ。これはドアの前に座って、首に巻いたタオルをドアノブに巻く、という手法だったんだぜ。要はストレッチだったということ。けど命がなくなるほど危険なストレッチなの。ヒデさんはその日、番組の収録後の打ち上げでかなりお酒を飲んでおり、泥酔状態でストレッチを行ったため、誤って首が、と推測されているぜ。なるほど。それでタオルが首にかかっている状態で発見されたのね。そう、それを自分で命を落としたと勘違いして報道されてしまい、失意のファンが後追いするなどの大惨事となってしまったんだ。これも社会問題になったよね。何人くらい後追いしたの？少なく見積もっても60人はいると言われているぜ。やっぱり XJAPAN には熱狂的なファンが多いんだね。影響力が大きい人が亡くなったニュースなんだから、マスコミもあまり先走って報道しないでほしいわ。そうだな。YOSHIKIさんをはじめ、ヒデさんを知る身近な人たちはみんな、自分で命を落としたとは考えられないと、話していたわけだしな。ヒデさんも後追いをするファンの姿なんて見たくなかったはずだよね。カリスマ性がありすぎるというのも大変だわ。以上、事故で命を落とした有名人4選を紹介したぜ。人生何があるか本当にわからないものだね。そうだな。私も霊夢も誰だって、明日も生きている保証なんてどこにもないんだぜ。いくら気をつけていても避けられない事故はあるものだし、一日一日を大切に生きていくことが大事だね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。